で行きましょう、ルフレさん。はい、ルフレオスさん、あ、試合始まるんで変えてくださいカメラ。はい、ハさんよろしくお願いします。お願いします。さて、まあいつも通りファイアボールとスピンキャンセルから始まりますね。さて、地上戦、鉄筋戦、暴れてさて、スピンスピンスピンしてファイアボール出して、あ、ぶつかったけど、さあ半角が刺さらない。ここはガードではなくジャンプを選択。ここからのからのジャックが入った。ジャックから津田、崖際はさあお互い何もせず戻ってきて、このミドルレンジ、さあここからお互い刺さってきますからね。ファイアボールが巻けばいいってもんじゃないみたいですよ、これは。うん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 、いや、ファイアボールちょっとグラフィックが上がったせいでちょっと炎感が出てて、どこでガードすればいいか僕も実はよく分かんない、よく分かってないんですよ、まだ、まあ、感覚です。さてガードを、あ、違う、スピンをガードして、スピンをシールドして、そこから掴んだ。おっと、なんだ今のレバガチャは。今のがオンライン勢のレバガチャか。だ、ついにちゃんと後ろ投げを入れた。ダムさん、クーマン入れて崖際の攻防。ここから上がり方は通常上がり。さて、おっと、強気で掴んできた。ルイージコンボが始まる。サイクロンを見せる。あ、崖掴んで、また今度はソニック上の崖攻防だが、ジャック、ルイージのジャックが刺さる。さあ、ルイージが上の崖際へダッシュ A を出しているから、これはそのバーガーリにリスクをつけていますね。さあ、スピンコンボが入った。さあ、ここからの強気のつかみ、ダッシュして近づいてつかみ、あ、サイクロンで崖上がり強い。さあ、お互い強気な行動が目立つ。大会こそこういう強気な行動って通りますか。はい、敗者側としてはとても度胸のある行動。さあ、お互いこの敗者側結構上位の方、あの、なるべく流れをつかんで持っていきたいところ。特にルイージュは流れを持っていくととても強いキャラなので、ソニックはそれにはまりたくないですね。とにかく低リスクに横に避けて、はい、ずーっと逃げてます。さあミドルレンジ、ここはさあリスクのなさそうな行動を出した今。ジャンプして、さあノーリスク、怖いつかみがここのつかみ致命傷になりますからね、ルイージ。さて、おっと飛び越えた。さあ、空対空を意識していたか。ここは掴んだ。何が始まる。始まったー読み勝ってサイクロンでバースト。1ストック目を持っていたのが BF とルイージ。さてと、ウエスマッシュ強気空合。ウエスマッシュを外しても崖下に行って、そう、後隙を借りに来た人に、なんか、はい、なんかこのゲーム後隙勝ったと思ったら狩られてること多いんですよ完全に今なんかバーストというより釣りでしたね。はいなんでここで決めたいが、さあルイージが拒否して崖下から上がってくる。またジャック、ジャック暴れが完全に通っているこのルイージ。さあ、ここからコンボが始まった。さてジャックから掴み、あー、うさんくさい行動。ここは掴んだ。ソニックの後ろ投げ、おお、いいっすね。バーストしました。うん、深い。しかしルイージのコンボを食らってしまったがために、もう 89% のソニック。さあ大丈夫か。まあ分かんないですからね、あのソニック。ここから流れ取っていけば、こいつもコンボ空中で。おっと、火力高い。おっと、ここはお互い怖い。さあ、またルイージの上をスピンで飛び越える行動を見せたこのダムソニック。さあ、このレンジ、おっと、今掴みたかったか。ダッシュをスピンで狩る。さあ、空中戦、掴んだ。着地を掴んでいく。強気。怖い。崖外スプリング返ってくるか。返ってくるのか。来ない。崖外を制したこのソニック・ザ・ヘッジホッグ。ダムさんが1本目を取っていく。まだ受け身難しすぎました。取れたんですかね、そもそも。分かんないです。多分スプリングでそのままなんかありえますね。まあ、受け身はいつでも取れる神からの私物ではないのでさて、キャラ替えはあるのか。ないです。マリオとかには変えてこないですね。さあ、ルイージはどのステージで行きたいのか。終点、ダムさん1本リードの状態で、 BF とさん、この終点をカウンターピック。さあ行きましょう、2本目。さて、ここはダムさんはまだ慎重に動いている。ダムさんのソニック、さあ、はい、また動き変えてきました。おっと、さあ注目ポイントは2本目、どこ見ますか、ルフレさん。自分だったらやっぱり2本目、なんか相手を焦るんじゃないかなって感じで、はい、わざとこうやって低リスクで行って、焦ったところどんどんリターン取ってっちゃうみたいな。あー、せこいですね。せこいですね、まあ軍師なんで
あ、ジャクジャク掴みコンボコンボ、おっと割り込んできた。ソニックの空エがなんかずるく割り込んできた。さあ空エヌ、ここはおっと回避、ジャクの出し合い、ジャクの応酬。さあこのレンジ、さあ切り込んできたソニック、ダブソニックサイクロン回避を狩る、回避を狩る、全て狩ってました今ステージ。いやちょっと今芝刈り機でしたね。おっとスマッシュがガードされる、ウエスマー強気、無敵といえどシールドされるとダメなんですよね。あ、掴んだ、始まる、恥、強気、強気ギリギリで行きましたけど、なんという高揚度。さあ空母当てた、強気、強気の8分の1が効きましたね今。ああ、これが敗者側のトーナメント上位の動きですか。でも全然あれですね、排水の陣という感じがしないですね。もうバンバン攻めていきますね、バンバン攻めていきますね、お互い。 いいカードですね。でもルイージソニックだと僕は結構慎重に慎重に行くカードを予想していたのですが、なんか派手になんか片方が勢いづくと、もう両方行ってしまいます。今みたいにウエスマみたいになるんですよ。はいと、ここでルイージが先にバーストしていく。おっとウエスマッシュを出していった、ソニック、ソニック全く物怖じしないこの行動。ね、ファイアボール、ファイアボール、ここで壁を作っていく。まあ単純に考えれば、まあ、壁を作ればあのソニックは空中から切り込んでくるので、そこに対してそこに硬い技を置いとくって感じなんですよ。はい、横強地からジャック掴み、コンボが始まるぞルイージ。さあ、さてしかしルイージの掴みからのコンボがありましたけど、ダムさんのソニックはちゃんと割り込んでいきません。おっと上様がハス当たり、ちょっと当たったらこれです。飛びすぎですね、ジャック。さあパーセントは0対65。おっとお互いジャックの背中を向けているぞ。あのジャック全くリスクがない。おっとクーエヌ、ルイージのクーエヌずるい、マリオファミリーは全部ずるい。さあクーを置いていた。さあ空中戦、ここはここはおっとお互い切り込まずに慎重に慎重に、このここは掴むか掴まない、シールドを見せるだけ。さあこの距離はどうする、ファイアボール対スピン、そろそろスマッシュでも怖くなってる。クーエがやはり強い、ジャクここからのからの切り込んで、お互い何をする、強気のつかみ、ルイージから出たぞ、怖いぞ、ヒヤリとしたかこのダムソニック。さあておっ と甘えたところをサイクロン、ダムさんの上 B 空中下を甘えさせずに掴んでサイクロン、完全にもうドンピシャリ掴みましたね。流れを持っていたのが BF とさんのルイージですね。3本目です。どうすんでしょうね、ソニック側はでも普通に行ったら終点行っちゃうんですかね。やっぱソニックとしては終点の方がいいんじゃないですかね。何か秘策はあるのか。ないですね、はい、ないですね。オーソドックス王道のセオリー通りに行ってみましょう。正々堂々と3本目、こちら敗者側の敗者が、ベスト24ぐらい、目安24ぐらいです今。今、はい、もう24ぐらいまで来てる。24、16、これで負けたら24か、そんぐらいです。さて、ここからの、からの、さて、お互い、終点は俺たちのものだと、お前のキャラには譲らんと言わんばかりの、さあお互い終点しか選びません。はい、さあミドルレンジでスピンとファイアボールが音を立てている。あれでスピンは音立ててますけど、ファイアボールは口で音立ててるんですよね。はい、あと音掴んだ、甘えた着地を掴んでいくルイージ。あ、猫パンチ、猫パンチ。この距離、この距離をどう調理していくか。調理してせず、また中距離になる。さあまたジャンプで上を飛び越えるダムソニック。カー入った。ちゃんとファイアボールとか突っ込んできましたね。え？からの？ここは？ここはおっと空で止めた、掴む、始まる。今の空港当たったらちょっと展開やばかったですね。かなりヒヤッとしましたね。おっと今何かルイージがダウンしているぞ、なんか謎のロックバックでからのからの、さあまだ距離が開いた。さあお互いに突破口を考えていく。止まった、ファイアボールで止まって掴んだウィスマン、崖外に敵を引きずるダムソニック、掴みたい、掴みたかったが、どっちめくったか全くわからない。さあ目まぐるしい展開。さあここはどうする、ウエスマ置いている、ウエスマ置いている、ウエスマ置いている。さあお互いウエスマ強いぞ。サイクローン、
また決めていく、このサイクロン BF とさんの強気の行動、完璧な行動調整。今のでもう3スト目ぐらいですか。ですね。やば、だって6ストしかないんですよそれだけ強い技なんですよ。おっと回避を読んでくる、まるで昔のディディのような行動バネからの空へ、あ、掴んだ、コンボコンボ、崖外でも必要量追いかける。さあファイヤーボール、ファイヤーボール、ここはさて、まあ一旦距離を置く。14対37、これ全く差とは言えないですね。さあもっとコンボつなげる、さあ入る、ウルトラで狩るのが上手いですね。さあバネからの空下、さっきはこれを狩られましたけど、2試合目これを狩られましたけど、これが本当の姿だと言わんばかりに当てていく。だからまたここで空下を出さない、出さずに着地、このソニックからのクエヌ。さあクエを出す、さあお互いどんどん勢いついてきた。さあ会社側の最後のスタック、お互いにもう引けない、勢いに乗りたい、今の強気ダッシュからの掴み、こう同棲していくか、ガキ際の戦い。さあ1試合目これでヒヤッとしたシーンがあった、ルイージは気をつけたいところ。さあどうする、さあメテオを置いてますね、ルイージ。さあスピンに対して、はい、完全にあれで潰す気です、刺したいですね、ここは。おっと怖い、ウエスバー、これは下が、下、何が来る、何が来た今の、え、空母だ今のはサイクロンだったんですかね。多分サイクロンをあの横にずらしながらサイクロンしようとしたら横尾に化けてしまったんですよね。化けたところに容赦なきダムさんの一撃、さっきのも8分の1を引いてたらまた変わってたんですけどね、あまりに無情。これが梅ブラのレベルですよほんの少しをミスったらダメですね、ダメですね。いやー、いい試合でした。ルイージ対ソニック、制していたのはダムソニックです。あの人を呼びますお疲れ様です。さてさてさて、これ意味